ジャマール・マレーは、カナダ・オンタリオ州、キッチナー出身のバスケットボール選手。NBA のデンバー・ナゲッツに所属している。ポジションは、ポイントガード。地元・オンタリオ州の高校時代から、超高校生級の逸材として注目されていた、マリーは、2015年のナイキフループサミットで、MVP を受賞するなど、NBA のスカウト陣からも注目される存在となる。 高校卒業後に渡米し、ケンタッキー大学に進学。1年生ながら、先発に提示し、平均20得点を記録。さらにブランドン・ナイトが持っていたケンタッキー大学1年生での3ポイント、成功数記録を塗り替え、SEC のファーストチームにも選出されたマリーは、1年間プレーしただけで2016年の NBA ドラフトに、アーリーエントリーを表明。 全体7位という高評価を受けて、デンバーナゲッツから指名された。2016から17シーズンの2017年2月17日の NBA オールスターゲーム前夜祭りのライジングスターズチャレンジでは、両チーム最多の36得点を記録し、MVP に選出された。4月8日のニューオーリンズペリカンズ戦では、自身初の30得点を記録。 このシーズンはゲイリー・ハリスの控えとして82試合で平均21.5分に出場し9.9得点2.6リバウンド2.1アシスト0.6スティールを記録し NBA オールルーキーチームに選ばれた2017から18シーズン2018年1月22日に行われたポートランドトレイルブレイザーズ戦でキャリアハイとなる38得点を記録 試合終了までの数分間で3ポイントプレーを決めるなどし、ナゲッツが104から101で勝利した。このシーズンは、ニコラヨキッチと共に、チームの中心選手となり、81試合で平均31.7分に出場し、16.7得点3.7リバウンド3.4アシスト1.0スティールを記録した。2018から19シーズン、11月5日の、 ボストンセルティックス戦で自己最多の48得点を記録した。このシーズンは75試合で平均32.6分に出場し、18.2得点4.2リバウンド4.8アシスト0.9スティールを記録した。チームとして6年ぶりで自身初のプレーオフでは、平均21.3得点4.4リバウンド4.7アシストなどを記録し、カンファレンスファイナル進出まで、 あと一歩のところまで迫った。2019から20シーズン開幕前の6月30日にマックス契約となる5年1億7000万ドルで契約延長した。3ポイントラインからのシュートを最も得意とする典型的な3ポイントシューター。3ポイントシュートを決めた後、ボーアローと呼ばれるアーチャーが弓を引くポーズを行うことが多い。運動能力も高く勝負所に強い。 2013年のファイバーをマイナス18アメリカ大陸選手権でカナダ代表デビュー。2015年のパンアメリカンゲームでフル代表に招集された。ありがとうございます。